ての日本ムー振興計画はこちらです。はい、青森県新郷村ミステリー。わまあ、青森って言いますと三上さんの故郷でもありますが、はい、やっぱりミステリースポットの宝庫ですよね。そうですね。まあ、恐れ山もありますし、はい、じゃあこちらの動画、まず皆さんご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。キリスト伝承館にお越しの皆様、ようこそ。ご存知の通りイエス・キリストは今から2000年前ですね、約ゴルゴタの丘で十字架に貼り付けになって、まあ墓に葬られ、3日のうちに復活して40日後には昇天したと。今でもエルサレムにはキリストの墓と呼ばれるものがあります。もちろん今は空なんですけどもね、一応復活したということになっております。まあヨーロッパの方でもですね、本当にキリストは復活したのか、まあ謎ですよね。まあ信仰的にはもちろん復活した、昇天したっていうことは大前提なんですけども、歴史的にはやっぱり十字架に貼り付けになってキリスト、イエスとは死んだんだ、で墓に葬られたと考えられているわけですね。ところが復活したということは、これは実は死んでいなくてですね、身代わりが貼り付けになったんですが、実はあの時貼り付けになったのはキリスト本人ではなくて弟のイスキリだという伝承があったんですね。しかもここが大事です。十字架の貼り付けにならずにですね、逃れたそのイエス本人はですよ、この日本にやってきたという伝説があるんですね。そして天寿を全うして、まあ改めてお墓に葬られたのがまさしくここ青森県の新郷村であると。ですから新郷村のですね、元の名前、そうです、ヘライ村、ヘライ村ね、ヘライ、これまさしくヘブライのことじゃないか。ね、さらにはですね、この新郷村、岩手県含めてですね、南部地方にはですね、何宿やら、もしくは何宿やらという民謡があるんですね。まあ盆踊りなんかでね、歌われたりなんかするんですけども、これがまさしくヘブライ語にあると、ヘブライ語で解釈できるというやつですが、さらにはですね、この地方では赤ん坊ですね、赤ん坊が外に出るときとか、お宮参りをするときに額に十字の墨でですね書くんですね。これっていうのは実はですね、こういう風習、額にこの十字もしくは X、ね、バツ印を書く風習って古代で実際あるんですね。まあこういったことから本当にイエス・キリストは日本に来て、この新郷村で天寿を全うしてお墓に葬られているんじゃないかという説もですね、やっぱ一定のなんかね信憑性があるという、まあ元になっている、まあ、記録といいますかね、古文書はまあムーでもね、取り上げおります竹内文書、はい、まあもちろん、ね、偽書だ偽書だって言われるんですけども、歴史はですね、常に勝者の、ね、負けた側のですね、歴史と消されてくる、封印されてくるということで、ひょっとしたらこの竹内文書の中には真実が。まあちなみに新郷村にはですね、そのキリストの子孫と言われている方々、はいはい、これは沢口家、まあこのキリストの墓の近くにですね、あの当初からおられるんですけども、家紋はね、このお坊製なんですよね。そうですね、五角形の桔梗門、これもいわゆるユダヤでいうところソロモンの星、まあこれを持ってね、ダビデの星みたいな言い方もするんですけど、まさにユダヤに関係するということ、いろいろね、なんかそういう風な裏付けとなる王将がたくさん、まあこの資料館に
たくさんその辺の資料がありますので、ぜひご覧になっていただければと思います。はい、ね、この青森県にねキリストのお墓があるって結構ね有名な都市伝説では言われたことなんですけど、やっぱりこうやって見ていくとあれ本当なのかなって思っちゃいますよね。子孫がいるとか言ってましたね。まあね、あのお墓もありますけど、やっぱりこの言葉であるとか風習であるとかってところに、はい、あれ共通点多いよねって出てきますよね。これあるんですよね。だからキリストの墓はね、これは違うかもしれないけど、何やどやらは確かにヘブライ語だっていう、うん、全然違う研究家の方、はいはいはい、まあ、支持していたりとか。面白い。そのあやつ子っていうんですけど、なんか子供のね額、うん、で実際にあのイスラエルの方でもこの額にですね、こう神の印、これあのそうですね、ヘブライ語の一番最後のタブっていう、まあ英語のアルファベットでいうところの T ですね。 T とか例えば X、 まあ十字をこう本当にこう書くんですよ、うんうんうん、あのクリスチャン原始キリスト教の流れを組むそのコプト教会の修道士なんかはここを本当にね掘り込むんだよね、これ十字、掘り込んじゃうんですか。本当に。そう、全く同じ風習なんです。そうなんです。なんでここに残ってるんだ、ここでもやってるんだって不思議ですよね。でこれは竹内文書に書かれてたっていうんで、昭和11年かな、その竹内清麻呂という人物がこの地を訪れて、まあ、この饅頭塚はキリストの墓だって断定した時から、まあ、言ってみればこの伝説が始まるんです、はい、けれど、うん、だから、まあ、まあ言ってみればこの竹内清麻呂がね、ご当地に来てね、この伝説を作ったんだみたいなね、はいはいはい、言い方もするんだけれども、実はね全然違う話ところから、これあの全然方向も違うんだけど、いや、山口県に近いあの島根県の益田っていう地名、はいはい、あるんですけども、そこの益田っていうところに今から110何年ぐらい前にですね、あの見知らぬというかの、とある仙人がですね現れて、その地元 の, あの方の家に、要はちょっと一宿一般の王になるっていう、はい、でその修験者山伏の人がこう予言をするんですよ、うんうんうん、でこれから100年の後に大地震が、はい、津波がやってきて大変なことになるぞってあの予言し、たくさん予言残してるんだけども、でそれを聞いてた当時のね、その家の お子さんがあのそのことをちゃんと覚えてて書き留めてたの、はい、でこれは後世にまでちゃんと警告として残さなきゃいけないっていうんで、その方はあの長寿で結構ね、商売で成功して、うん、お金もたくさんできたんで、うん、地元のその権現山っていう山の山頂にね石碑作ったの、その石碑に今から100年後にその大地震が来て大津波が来るぞってか刻んでるんですよ、はいはいはい、刻んで、その権現仙人がその行った年からちょうど100年目が2011年、311の年なんですよ。ドンピシャリで100年目に当たって、でこの仙人実はその予言だけじゃなくていろんな日本の歴史のことも語ってて、うん、キリストは日本に来ている、へ、墓が東北にある、青森にあるって書いてる。もうまさにですね。でそれは竹内清麻呂がねこの信号村に来るより全然前なの。へ、で竹内文書とのつながりは全くないのよ。だから竹内文書が仮に偽書だとしても、それ以前からすでにその青森にねキリストの墓があるっていう伝承はこの日本には伝わってたのね。だからね、まだまだ分かんないのよ。分からないですよね。さっきね石川県にはモーズの墓があるって話もありましたし、なんか日本ってそういうまあ、歴史的というか宗教的にもすごくこう影響力のある人たちがどうやら日本に来てたって話って結構出てきますよね。あるんですよね。何なんでしょうね。聞けば聞くほど、うん、そんなわけないじゃんって思ってるんだけど、うん、
もしかしてっていう。というのはね、本当に本当、ひょっとするとよっとっていうね、話は結構あるんです。いや、面白い場所ですね。いや、すごいですね。で、ここでゲストの方が駆けつけてくださったので、すごい方です、紹介したいと思います、はい、超常現象研究の第一人者、創刊当時からムーンに執筆UFO や怪奇現象について世界の研究者と情報交換を重ね、独自の仮説でムーンのメインライターとして活動していらっしゃいます超常現象研究家、並木慎一郎先生です。今日もめちゃくちゃ豪華ですよ。素晴らしい。並木先生がこうやって、はい、あの映像に出るってあんまないですからね。そうなんですね。動いてる並木先生めちゃめちゃリアルですから、先生ありがとうございます。すいません、人見知りなんでなかなかそんなことはないですよ。すごい優しいじゃないですか。よろしくお願いします。今日もまたいい感じのちょい悪具合で劣化しないように頑張ってますよ。いやいや、年齢的にね。ね、はい、今日よろしくお願いします。はい、並木先生ね、やっぱりこう、はい、ムーの歴史とともにっていうね、もうだって最初の頃からずっともうね、もうずっと食べさせてもらってますよ。いや、そう、もうムーのおかげ、もう顧問ですから、ムーもう、もう三上さんのね、ね、うまい酒とうまい食い物と思ってた、ムーのおかげでもうガンガン仕事を与えてもらって。いや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 、こちらこそ本当にお世話になりっぱなしで三上さんも全然頭が上がらないっていいですね。はい、はい、ここで並木先生も関わる極秘画像がありますので、視聴者の皆さんに見ていただこうと思います。どうぞ。はい、9月24日青森県新郷村マギノタイグリーンパークにて、ムーの三上編集長、超常現象研究家の並木慎一郎先生が出演するトークイベントが開催されます。キャンプ地でオカルト話を楽しみながら夜空を見上げれば UFO が見られるかもしれませんとのことです。告知しに来たんですか。ちょっとちょっとごめんなさい、あの俺カンペ今回出てないから、あのすごく気を抜いてたんですけどこういうパターンもあるんですね。不意にしかも並木先生来られて、俺もうわー嬉しいってコメント欄も並木先生、並木先生、並木先生ってもう歓迎モードだったからもうそっちの方の頭になってたんですけど、急角度でフェイント急ハンドルで口入ってきました。ごめんなさい、もう一回写真出していただいていいですか。信号村、あーさっきのね、はい、はい、ミステリーキャンプ UFO は現れるのかで、え、こちら並木先生も9月24日いらっしゃるんですか。はい、行きます。かー、めちゃめちゃ豪華ですね。すごいですね、キャンプ地で、ね、夜が楽しみですよね。何するつもりなんですか。あの聞いてますよ、この前も、ね、結構深いお酒行ったでしょう。ね、よくもね、裏通りに行っちゃうんですよね。編集長がどんどん奥に行くもん。いや、初めての店だったじゃないですか、そこは。で、なぜかそこにですね、あの皆さんのカラオケ歌ってる映像が送られてきまして。あ、どこでですか。三上さん演歌でしたけど、並木先生めちゃめちゃ歌うまいっていうね。いやいや、すっげえ歌うまいんです。すごい、この日もそういうのはあるかもしれないですかね。それは分からないですけど夜空を見ながら、でもこれ何、三上さん、はい、みんなで UFO っていう。そうですね、なんかキリストの墓と UFO ってね、なんかミスマッチのような気もしますけどね、うん、これねあるんですよね、キリストの墓の周辺で UFO を見たっていうね。そうだな、一昔前の動物のね、番組に、はい、あのよくたまに出てた、まあ、気候師っていうかな方、神沢さんっていう方がいて、その方はねこうやってね、手をこうやってこういう風な動きをすると動物が全部寝る。倒れちゃう。え、並木先生何ですか。こうやってね、寝ちゃうの。寝ちゃうんですよ、動物。どんな動物でも、猛獣だろうが猫だろうが、触らずにこう遠くからこう気を触らないで、こうやってキュッキュッって寝かしちゃうんだよ。バッファローの群れがもうその場でも寝ちゃうんだよ。群れごと、うん、群れごと、すごい。あのホワイトタイガーとかもこうやって寝ちゃうのよ。でもさっきのユリゲラーのなんかね、うん、あのなんか全部なんか鍵曲げたコインロッカーのみたいな感じに似てますね。こうやるだけで本当にもう100発100中、寝ちゃうんだって。寝ちゃうってこと、そのコーナーがあるぐらいその動物の番組で有名な方がいて、その方がね、信号村に行った、このキリストの墓に行った時に本当に真上にね、やっぱり、ね、
はこんな葉巻型のどでかい UFO 出た。すごい。はあ。やっぱね、なんか関係してる。そうなんですね。え、並木先生、やっぱこの辺り、まあ、信号村もそうですけども、この辺の場所っていうのはやっぱりそういう、あれやっぱりね、特殊な磁場があるんじゃないかと思うんですよ、ね、やっぱりそういう時に UFO は結構出てくるんで、そういう場所にね、大体こう探っていくと磁場が強かったり出てくるんですか。怪しい場所には UFO が出るんです。なんか隣の町にはどこの森、うん、っていうのがあって、ここもピラミッドっていう説がある場所だけども、そこもなんかいろんな目撃情報あるんですか。あのやっぱり遺跡とかね、神社とかみんなそうですけど、そういうところに出る。だからキリストの墓の近くにはピラミッドがあるんですよ。だから本当に青森のあれですよ、道路標識、あの青い道路標識に、あのこっちキリストの墓、こっちピラミッドって書いてます。その道路標識欲しいぐらいですね。すごい、めちゃめちゃロマンがある道路標識ですね。いや、行くともう空気が違うんで、そう、ガラッと変わるようになりますな。だからその信号村からこの十和田にかけて、十和田山っていうピラミッドもあったりとか、真夜がたいっていうね、あのそれこそ床の森っていうピラミッドがあるところで、この辺りの町が有名な、ニンニクで有名なタッコ町、タッコ、タッコ、そこのあれですよね、あのミュータ、キャトルミューテレーションが起こったのが、もうこのタッコすごいですよ。あ、もうそういう話の宝庫の場所、日本でも起こってるんですよ。キャトルミューテレーションってもう海外の話だと思ってましたよ。いやいや、日本で初めてか。あ、そうなんですか。そう、まあ、そういう場所です。でね、あのこのお二人も参加されますんで、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、はい、チェックしていただきたいと思います。はい、というわけで、がっつりまた告知させていただきました、はい、ありがとうございました。言っといて本当に。